答えを合わせてみよう。味噌汁の具といえば、かっこ一つだけ、一つだけ、せーの、わかめ。お布団じゃない、お布団。ラジオボイスケープ。皆さんこんばんは、ゆうちゃんこと大野ゆう子です。皆さんこんばんは、おすずこと鈴代さゆみです。はい、ラジオバスケ部第36回目がスタートしましたよ。皆さん、はい、この番組はボイスケープという新プロジェクトを盛り上げていくための番組であり、週明け月曜のうつうつとした気持ちを吹き飛ばすためにお届けするボイスバラエティラジオでもあります。はい、今回のまとはね、答えを合わせてみようでしたが、お味噌汁の具っていう質問だった気がするんですけど、私はまあ、なんか味噌汁の具いろいろありますけど、うんうん、まあなんかまあ2人で合わせるっていうことだったので、うんうん、まあね、よく定食屋さんとか出てくるものの中によく入ってるなっていうイメージだった、まあわかめは、ね、わかめはね、答えさせていただいた。まあ確かにわかめはね、わかめだけでもお味噌汁いけるしね、うん、ちょっとなんかよくわからないことを、わかめだけでもお味噌汁は、まあ確かに、あ、そうですね、確かに具の一つとしていけますけれども、はい、味噌汁の具、ゆうちゃんは何て、あ、豆腐。お布団。お布団って聞こえた気がしたんですけど、あ、お豆腐だったんですね。そんなわけないじゃん、そんなわけない、あ、私の幻聴だった。幻聴だったですか。幻聴だったですよ、まったくおすず。そうですよ、だってジャイアンの味噌汁にお布団入れる人なんていないですよね。そんなのいないですよね。びっくりした。ちょっとね、万人に愛されるね、お豆腐をね、お豆腐をね、お布団。ちょっと怖いですね、こうやってね、もうね、こう36回目ともなると、そういうことに聞こえちゃってたんですね。すいません、ちょっと私の勘違いでした、ごめんなさい。いや、はい、まあ、豆腐とわかめの味噌汁ね、最高だよね。2人で合わせてみようだから、ある意味大正解みたいなところがありました。やっぱ2人がいいですね。あー、そうだね。2人か、あとユッキーもいてくれたらなお嬉しいね。なお嬉しいですね。ということで早速参りましょう。ラジオボイスケープ、最後までお付き合いよろしくお願いします。ラジオボイスケープ、ではメールをご紹介していきましょう。はい、はい、あ、う、窓果てネームただの人さんからいただきました。ありがとうございま す。パーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近洗車をすると、うん、吹き上げ終わりくらいによく雨に降られ、うん、しまいには父からお前が洗車をしたから雨降ったベアとまで言われました。方言だ、方言だ。まあ車はコーティングしてるので綺麗なままですがね。まだ果て、まだ果て、うんうん、話は変わりますが、雨が降った後の水たまりや雪が積もり誰もまだ踏んでいない新雪を見たらつい踏みたくなってしまうのですが、皆さんはいかがですか？分かる。まっさらな新雪に足跡をつける、あの美しいものを壊す感覚、体験すると後戻りできません。ちょっと言い方によっては大丈夫かいって言いたくなるけれども、すごい夏の終わりか、ド S かな。ド S かな、ただの人さんは。ただの人さんがここに来て、ただの人さんの素が、洗車って楽しいですよね。でも洗車したことある？あ、私なんか、うん、自分でそのカーシェアとかで乗った車を洗車したことはないんですけど、うん、あのまだ実家にいた時に、あの家族のその車で行った時に、お父さんとかが運転してくれて洗車に入ったりとかしてたことあったんですけど、なんかガソリンスタンドとかの横にあるやつかな。やったこと、あのボックスに入ったことあるけど、なんかこう自分でこう吹き上げたりとかは、あ、私も吹き上げはないな、私もボックスはあるけど、うん、おすす免許持ってるの？持ってるんです。え、
そうなんだ、今の話からもしやとは思ったんだけど、この間もちょっと運転しました。休日ドライブですか？あ、でも本当よ、夜仕事が夕方に終わったらそれの後にとか、時間余裕にある時に。そうですね、とっても素敵。やっぱ人にも会わないし、なんかまあこのご時世でもまあ行けるなと思って、確かに確かに、そうだったりするんですけど、でも私この、あの親切に足跡をつけたくなるみたいなのノリで、あのこれからの季節だ、ちょうど秋、あの、そうです、ね、落ち葉、ああ落ち葉、誰も踏まれてない明らかにいい音がするであろう落ち葉を踏むのが大好きで、わかる。あとなんかさ、このカエデの大きい葉っぱとかでさ、そうそうそう、結構なんだろう、カパってなんか、そう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 、落ちてるのあるよね。なんかもういい感じグニュンとかなってると、そうそうそう、パリッ、あーわかる。でもそれを想像して踏んだ時にしなってるやつとかがあると、あれじゃないってなる。わかる。想像してるのと違ったっていうのありますよね。でも私虫が怖いから、なんかこう虫が恐怖症レベルで苦手なんですよ。なんでなんかやっぱサクってしたい気持ちもあるんですけど、この下に虫いたらどうしようとか、あ確かに、落ち葉のなんか集まりのところにふって行きたいけど、あ絶対虫いるじゃんって思って確かに。でもじゃあお家にちょっと虫が出ちゃった時とかってどうしてるの？もう大パニックです。どのレベルの虫も全部なんかこうハエとかコバエとかが、あ、コバエ、わーギリー無理、あギリ無理ギリ無理、まあ、大丈夫な虫はないですね。あーそうか、なんかよく G とかはさ、みんなさ、まあ、みんな言いますよね、うって言うじゃない、うんうん、なんかG だけにそんなに言うっていうのが逆にわからないぐらい、あーなるほどね、全部 G なのよ名言みたいなの出たけど、確かに確かに、ゆうちゃんにとっては全部 G なの。そうなの、嫌いな人にとってはね、全部が G なのよ、ね、本当に確かに、はい、そんな人もいます。大変ですよねじゃあ秋が楽しみですね。そうですね、これからの季節、うんうん、まあ、虫もね、いそうですね、ちょっとみんなあのちょっとどこかに行かれるということで、どこかに行かれるということで楽しみです。で楽しみ、お次行きます。ニッタンコブーストさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。学生時代の楽しみの一つに席替えがありましたが、皆さんの学校はどのように席を決めていましたか？ちなみに僕は机一つ一つにトランプのマークと数がランダムで割り振られ、引いたトランプと合う場所にするものや、男女が交互に好きな場所を選ぶお見合い方式などがありましたそんなことあるの？何それ、私ここ僕はここみたいな、そんなのドラマできそう、ね、でもこれ、あじゃあ後半の人につれどんどんなくなってくんだね、多分いい席が。あ、確かに確かに。その好きな場所を選んでいける人はどうやって決めるんですかね。ね、じゃんけんとかなのかな。かな、めちゃくちゃ時間かかりそうだな。かといって名簿順とかだったら和の人とかめっちゃかわいそう、ね。渡辺さんとかなんかいつも最後の席みたいになりそう。絶対そうだよね。好きな人とも。でもトランプのマークとかがランダムで売るよ、ね。あ。トランプって珍しい。お寿司はどうやって決めた？どうやって決めてたかな。なんか私番号がもともと割り振られてて、で、うんうんうん、くじボックスに番号を引いて、私もそうでした多分。で何番持ってる人って言って、はいって言ったら、大野だったら大野ってその数字の横に書かれるみたいな感じだった気がする。でも本当にこの学生時代において席替えって一大行事だったなって思って。いやそうですよ、席替えはもう革命ですよ、ね、クラス替えと同じぐらい。なんかですです、もう結構変わってくるじゃないですか、うん、でしかもなんか席替えに関してもクラス替えにしても、うんうん、数えてみるともう多分2桁いかないぐらいなんです、多分経験する回数が。確かにそうだね、だって、うんうんうん、あの小学校中学校高校大学だったらもうちょっとあるか、うんうん、だけどでも大学は大体ね席自由だ し、ね、って考えると高校までって考えるともっとなんか噛み締めておけばよかった席替えを。どう噛み締められるかな。でもやっぱ当時じゃ分かんないんだろうな、多分そうだろうね。でもすっごいさ
好きな席になれた後の席替えはさ、本当に嫌じゃなかった。もう席替えしたくなかった。わかる。ちなみにどこら辺の位置で言うとどこの席が一番好きですか？まず後ろは絶対。あー、わかる。後ろ側が絶対良くて、窓側かな、窓側やっぱそうだよな。もしあとそれかなんかこう3列になってたんですよ。窓側、廊下側、真ん中側みたいな感じになってたんですけど、そうそうそう、だけどなんかこの真ん中の列だけなんかちょっと後ろが余ってて、廊下側も窓側も隣がいない。あ、なるほどなるほど。真ん中だけちょっと出っ張ってたんだ。そうそうそう、そうなの。だからそこの席はちょっと特別感あって。あ、逆に。そう、一番最後ろだからみんなが見えるんですよ。で、自分は誰からも見られない。そう。ティッシュ。ティッシュでみんなを観察するのが好きだった。私もではやっぱ窓側の、うん、窓側の一番後ろか一個前とかで、後ろ仲いい友達とかだったら最高。わかる。でも意外と後ろって先生から見える。あ、逆に目立つらしいね。って考えた時に寝れるのは、いや寝れなって話なんですけど寝れるのは前前列、一番最前列の窓側、うん、あ、そうなんだ。意外と、もう多分ど真ん中の一番前だと先生がやっぱ見えるしけど端だと唾もかからなければあんまり目立たない。確かに寝るな私の言ってたその真ん中の列の後ろも目立つかも。先生で言ったら一番こうやって見たら確かに見えちゃう、視界に入る。座席だから、そこだいやでもいいな、もう一回席替えしたいな。ねえ、席替えしたいまだ ね席替えがねできる世代の人はね、そうだ、ぜひ、うん、右側の一番前。あ、そうだね、になったらちょっと、はい、寝てみてくださいとは言えないですがちょっとね、こんなこと話してたなって思い出してみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。マナハテネームふわとろたまごプリンさんからです。ありがとうございます。ワイも言ってたよ。あ、そうだよね。ゆうちゃん、おすず、ゆき、こんばんは。こんばんは。以前の放送で日炭鉱ブーストさんが社会科見学でパン工場に行ったという話がありましたね。うんうん、ありました、うん、僕は県内にあるブルボンさんの工場に行きました。すごい。工場内はお菓子の甘い匂いでいっぱいで、お菓子を作っているところを見たり、コンベヤで運ばれてきた出来たてのホワイトロリータを食べさせていただきました。ホワイトロリータ、なんかあのく、あ、ホワイトチョコに包まれたやつですよね。とても幸せな社会科見学だったことを20年経った今でも匂いと一緒に覚えています。すごい。なんか社会科見学のどこ行ったっていう話をしたんですけど、ブースターさんが送ってくださって、おすすめは社会科見学とか行った行った気がするんだけれども行った気がするんだけども、マヨネーズキューピーさんとかなんか行ったような気がする。キューピー、これで行ってなかったらマジで怖いですね何を見てたの私は相当マヨネーズ、なんかでも、あ、でもテレビとかで見てたのかな。でもなんか工場では一回行ったことあるような気がします。でもあるあるみたいですね、結構その県の大きい企業さんとかのところにお邪魔するみたいな。あ、それで行くとあの水道局さんとかの、そういうなんか社会科見学的なので、あのメイとスイカで、メイ水だ、え何知りま知ってます？CM でよく流れてる曲があって、メイスイって終わり方するCM があって、知らない。でもメイスイだったか覚えてないんですけど、なんか水道局の何だったんだ今なんかやつとか行きましたね。じゃあその地元ではそこの水道局みたいな。あとカップヌードルミュージアム、めちゃくちゃ行ってる。あ、でもあれは工場じゃないのか。カップヌードルミュージアムってさ、ここにさ風船に入ったさ、そう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 横浜とかで行くとかけてる子たちが結構いる。あれ自分で作れるんですよ、自分だけのカップヌードルみたいな落書きとかして。確かに落書きしてる子見たことある。そうなんです。結構外国人の方とかもなんか観光で行かれて、ここになんかぶら下げてらっしゃるのを見たりすることが、楽しそう。ゆうちゃんはあった？
たら動物園は社会科見学じゃないって言われてそう動物見学でビール工場とか、あでもビール工場行かないか学生で、なんかでも何かしらに行った気はするんですよね工場。私学校で工場本当にないかもじゃないんですね、ないということです。記憶にないだけかもすいません名古屋の人でもなんか工場いいですね普通に。いいですね、楽しそう、楽しそう、はい、ということでありがとうございます。引き続きどんどんメール送ってくださいね。ラジオボイスケープ続いてはこちらのコーナーに参りましょう、はい、きっとかすり傷。皆さんの身に起きたとっても残念だったことを送ってもらうコーナーですということで、では早速ご紹介していきましょう。お願いします。まだ発展ネームかほうさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は高校時代に山岳部に所属していました。山岳部の大会は1泊2日で行われるのですが、私の住む地域では夜に他校の生徒との交流会が開かれ、それぞれの高校が出し物をするという伝統があります。なんとしっかり準備をして挑む学校が多い中、私たちは準備なしでその場のノリで出し物をやりクソ滑りました。クソ滑りました。しかしみんな優しかったので終わってからあまり触れないでいてくれましたし、いい人生経験になったのでまだ世界の果てじゃない。すごいゆるっとした部活だったんですね。いやでも逆にめちゃくちゃ準備して挑んだ結果クソ滑ったら、もう立ち直れないよ。確かに滑る準備をしていたってことですもんね。すごいこと、すごいことおっしゃりますね。滑る準備をされてたと。すごい。でもそういうことになりますね。そうですよね。でも山岳部の大会って何なんだろう。確かに登る速さとかかですかね。すごい。すごい。山岳部か、一泊二日。でもなんかね、うん、他校の生徒との交流会っていうのってあんまり、ね、なんか大会とかじゃない限りはなんかないだろうから、うん、大会があったとしても本当交流しなそうだよね。本当、うんうん、戦って終わりとかがね、うんうんうん、基本は多そうなイメージですけど、発表会とかもすれ違って終わりとか、ね、これどんな出し物したんだろうな、ね、それ気になるよね。それだけちょっと気になりますね。メロ送ってきてみてください、ね、ありがとうございました。続きましてまだ果てネームサソリザウルスさんからいただきました。ありがとうございます。今回担当の皆さんこんばんは。こんばんは。5月にふと久しぶりに筋トレやるかと、うん、腹筋と腕立てをやってみました、はい、しかしながらどちらも4回目を超えると徐々にしんどくなり10回でギブしました。20歳までは4年間器械体操に通い、2連続バック転や宙返りも軽々とこなしていたほど体が動いていたのに、誕生日が来てもう24歳なのに年取ったなとショックを受け老いを感じました。そう、まだ世界の果てやない。なんか注釈がありまして、うんうん、2ヶ月前に体重が3キロ増えてたことも地味にショックでした。ってかでもすごい、まずバク転が2連続ってね、だいぶ、しかも宙返りって多分手つかないでバンってやるやつ、 あれ結構難しかった気がする、うんうん、できる人なんか限られてたよね。24歳なのに、そんな確かに。でも3キロ増えていたって、3キロは誤差です。誤差ですって。大丈夫、ショックに思うことないよ。あ、優しい。きっとね、うん、出すもの出せば大丈夫。確かにね、そうですね、大丈夫。汗、夏だしね。そう、なんでなんかなんでオロオロフォローしてるんだろう。優しさが、リザウルスさん。でも確かに久しぶりの筋トレってこんなにもで
できないのかっていうぐらいできなくなってる。確かに確かに、なんか1、2回とかでもなんかあれ、うん、あれこれで合ってんのかみたいな。でも逆に数回なんか筋肉痛を乗り越えると、めちゃくちゃできるようになって、確かにこんなにできるようになるかっていうぐらいになってるから最初だけね、なのかもしれないですね。でもすごいすごい、この久しぶりに筋トレやるかと思ったことが偉いですよ。おー、自己肯定感が1個上がりました。高めていこう。はい、ありがとうございます怪我にだけは気をつけて。そうですね、怪我に。はい、じゃあお次。はい、またはてネームごまぞうさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうちゃん、おすずゆっきー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日日焼け止めデビューをしました。というのもここ2年ほど直射日光とは無縁の夏を過ごしていたのですが、今年の夏は日光を浴びる機会が何回かありそうだったので、せっかくなので日焼け止めを買ってみました。しかし買った日焼け止めが肌に合わなかったみたいで肌が荒れてしまいました。なんと。仕方なく別の日焼け止めも試してみたのですが、それもダメで、他にも家族や友人からおすすめを聞いてみたり聞いたりしてみたのですが、なかなか自分に合うものが見つけられずにいます。このままでは自分に合う日焼け止めを見つける前に夏が終わってしまいそうです。でも自分に合う日焼け止めを見つけるまではまだ世界の果てじゃない。ということで、これ実はちょっと前にいただいてたメールで、もう夏は終わっていやでもね、この9月の日差しも油断できないですからね。あの曇りだからといってね、紫外線は容赦ないですから。ほんとそうですよ。結構ね、日焼け止めか。でもどうなんだろう、なんかすごい、敏感肌さん用のとか、優しめのとか、それこそなんだろう、赤ちゃんが使っても大丈夫なぐらいの弱めのやつとか。私そういうの使ってる。結構肌が弱い方なので、なんか赤ちゃんでも大丈夫ってやつだったら、なんか全然荒れなくて日焼け止めもできてちょうど良かったんで。お、そういうのだとどうですかね。確かに確かに、ちょっと成分見てもらって。強い成分が含まれてなかった気がします。お、なんかこのピリピリしちゃうやつとかが、ちょっとじゃあ優しめのを見つけてもらって。もう9月にはなってしまいました。えらい、でも諦めない心がえらい。そうですよね。えらいです。でも難しいですよね、日光に浴びないことは無理ですからね。日光あの吸血鬼みたいなことになってくる。確かにね、こもってることも無理ですからね。そうですね、ちょっと頑張って。あ、帽子とかはどうかな。あ、確かに。あとなんかあれもありますよね、なんか腕につけるやつ、アームカバーとか、なんかありとあらゆるところをこう隠して。アームカバーさ、秋服でめちゃくちゃ流行ってない？出た。ちょうどこの間他の女の子と話してて、可愛いから買いたいんだけど、どこで着ればいいか分かんない。わかる。いや、でも確かに可愛いんですよね。なんかさ、ちらほら見かけるようになってきたけどさ、まだ目がさ見慣れなくてさ、街中で着てる人に、あ、可愛いなって思うんだけど、なんかその人だから似合ってるであって、自分いい、でもゆうちゃんも似合いそう。いや、そう、おすずもだよ。いや、私はちょっとそういうなんかあんまり多分あのあれなんですけど、私もあんまり多分あれなんですよ。多分そうなんですよ。なんか今日の格好にもアームカバーとか。本当ですか？合いそう。可愛い。難しいですよね、おしゃれっていろいろある。そうですよね。でも多分今後増えてきそうですよね、それこそそのアームカバーね。あれ、アームカバーって言うんですかね。アームカバーって言わないの？日焼け対策的につけるものはアームカバーなんだろうけど、なんかルーズソックスの腕盤みたいな。あ、そう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 。なんて言ったらいいの、なんかモフモフのね。そう、モフモフのニット素材のやつね。そう、ちょっと見てみたいな。デビューしたら言ってね。あ、わかりました。はい、ということでここまでとなります。皆さんメールありがとうございました。以上、きっとかすり傷でした。ラジオボイスケープ、お送りしてきましたラジオボイスケープ、あっという間にお別れの時間です。今週もたくさんのメールをどうもありがとうございました。ご紹介できなかった方のお名前だけでも読ませていただこうと思います。
コウスケさん、リチャードさん、飲むヨーグルトさん、時計の後さん、ジョージさん、他たくさんの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもぜひメールを送ってくださいね。はい、メールアドレスはvoicecape@joqr.net。 ボイスケープのスペルは VOICECAPE です。お間違いのないように。はい、お願いします。ではここでお知らせです。ボイスケープのファーストアルバム、まだ世界の果てじゃないが発売中です。アルバムには各話主題歌に加えて新曲を2曲追加収録した全8曲入りの音楽 CD、 そしてオリジナルボイスドラマ箱に詰めたら終わりじゃないと眠れぬ夜もあるじゃないの2話を収録したドラマ CD の2枚組となっております。またSpotify や Apple Music と各配信サービスでも配信中ですのでよろしくお願いいたします。それから NBC ユニバーサル公式オンラインショップアニバーサルでは各キャラクターごとの限定版も発売中です。こちらの限定版には各キャラクターのソロバージョンの楽曲を収録した特典 CD やピクチャーボイスドラマの映像データを収録した特典 DVD がついた豪華限定版仕様となっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。そしてボイスケープの公式ツイッターもあります。ぜひフォローしてくださいね。お願いします。またツイッターでこのラジオのことをつぶやく際はハッシュタグラジオボイスケープをつけてツイートしてくださいね。はい、お願いします。ラジオボイスケープはすべてカタカナです。はい、そして番組からもお知らせです。この番組のリピート放送は明日火曜日の午前11時30分から、また土曜日には NBC ユニバーサルアニメミュージック YouTube チャンネルにてアーカイブも配信されますので、皆さんのライフスタイルに合わせて番組をお楽しみください。はい、さて、はい、36回目の放送でしたが、最後にもう一つお知らせです、この番組ラジオボイスケープは再来週9月19日の放送で最終回となります。19日ですね、今週末までにメールを送れば最終回の収録に間に合いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、寂しいお知らせになってしまいました。寂しいけれども、このやっぱラジオ自体は年明け1月からやらせていただいて、気づけば ね9月までっていう長い間、いろいろお話しさせていただけて、ゆうちゃんは毎回ね、パーソナリティーでねやってくださって、おせずも本当にたくさん、いやたくさん楽しかったです。本当、ね、でもそんなねラジオのアーカイブとかもね、NBC ユニバーサルさんのアニメミュージック YouTube チャンネルできっと残りはしますのでね、はい、はい、ぜひあんな回やこんな回を何回も聞いていただいて見ていただいて、なんか今ちょっと仲良くなった段階で、あの最初の収録、ラジオの収録を見返したい自分でも。確かに、なんか3人で、告知の動画とか撮りましたよね、風船がパーンってなるやつとかね、あったな。なんかでもそういうちょっとした振り返りとかも最終回の、放送の時にはなんかできたらいいですね。確かにそうですね。でじゃあなんかメールとかも、メールもお待ちしております。はい、ということで今回はこの辺でお別れです。はい、この後は鷲崎たけしの夜ナイト夜ナイトをお楽しみください。それではバイバイ。私だって寂しいんだからそんな顔しないで。そうそう、私もあなたと同じ気持ちだよ。